はい、それでは今日は、ジャイアントさんのクロスターが入ってきましたので見ていこうかと思います。クロスターはですね、クロスバイクで、まあ、日本一売れていると言われているエスケープ R3 をもっとスポーティーにしたモデルということで、数年前までエスケープエアというものがありましたけども、それがなくなって、登場してきた、クロスターというモデルになりますね。エスケープ R3 とクロスターどちらを買おうかっていうのを迷われる方も結構いらっしゃいますので、最初にどんなパーツが付いているかっていうのを見た後に、最後にエスケープ R3 とですねクロスター、どういった部分が違うのかっていうのを見ていこうかと思います。フレームがですねアルミのフレームに、アルミのフロントフォークですね、アルミになってますね。で、結構軽いです。全体的に軽い、465S サイズで、9.9 キロですね、全体の重さが465のやつで 9.9 キロになってます。クランク、こちらがプロホイールですね。プロホイールのクランクがついてます。そしてブレーキレバーですね、フロントディレイラー、リアディレイラーとギア、こちらがシマノさんで、フロントがターニーですね、リアがアセラになってます。ブレーキレバーとこちらのギアもシマノさん、だからここら辺のパーツはシマノさんで揃ってます。ターニーとアセラとかですね、そういった風に違いますけれども、シマノさんで揃えてあるんで、調整はしやすいと思います。ブレーキ、こちらブレーキはテクトロですね、テクトロのブレーキになってます。これも、ある程度使っていただいたら、島野さんに変えていただくと、ブレーキの効きとかですね、動きがかなり良くなってきますので、こういった部分はグレードアップするといいと思います。前が3枚ですね。28、38、48、の3枚と、後ろが8枚ですね。11から32までの8枚。なので、3×8 で24段切り替え。ということになりますね。サドルは、ジャイアントさんのオリジナルのスポーツライトというちょっと細めのサドルがついてます。ホイールが前が24本、後ろが28本ですね。ステンレススポークが使われたアルミのリムですね。タイヤが、ケンダさんのタイヤがついてます。 700×28C ですね、700×28C のケンダさんのタイヤがついてます。以上のようにですね、こうざっと見ていくと、基本的には R3 と付いているパーツは基本的には一緒なんですけれども、違う部分っていうのが、R3 はですね、R3 はフロントフォーク鉄なんですけれども、こちらはクロスターはアルミのフロントフォークが使われていたり、と、リアディレイラーですね、R3 はアルタスですけれども、こちらは一つランクのいいアセラっていうものが使われてたり、シフトレバーですね、こういったシフトレバーも、シマノさんでいいものがついていたりと、サドルはですね、R3 は街乗りなんで、これと比べるとちょっと大きめのサドルがついてます。クロスターはちょっとスポーティーな細めのサドルですね。あとはタイヤが、R3 は結構溝のあるタイヤなんですけれども、クロスターは結構スリックに近いような、サイドに柄は少し入ってますけども、結構スリックですね。見比べていただくと分かるんですけども、タイヤが違います。そういった違いによって価格差が、R3 が定価5万円ですね、税抜き定価5万円、こちらクロスターが、税抜き定価5万4000円となっております。その4000円の違いは十分にパーツの違いで出てくるかと思いますので、どっちかに悩まれているという方は、自分がどういった風に乗りたいかですね、街の中でもちょっとスポーティーに乗りたいということであれば、やっぱりクロスターですね、パーツに比べていただいて、いいんじゃないかというふうに思ってます。以上です。